はい、それではこの表題の文献を紹介したいと思います。とイントロダクションです。とこの論文では文法誤り訂正を行っています。で文法誤り訂正のとこれまでのアプローチだと機械翻訳ベースのアプローチが多いですが、そこではその学習者の誤り文と正しい文の大規模なパラレルコーパスが必要になるということが、ボトルネックとなっています。でそこでこの論文では、正しい文にノイズを加えて、擬似的に誤り文を生成して学習者作文データの不足を補おうっていうのがモチベーションです。で単純なそのノイズの加え方の方法にトークンの削除や置換を行うことが挙げられますが、それだと非現実的なノイズを生成してしまうというふうな問題があります。でそこでこの提案手法ではエンコーダーデコーダーモデルとビームサーチを用いて、多様な誤り文を生成しようとする論文です。最初に、手法の全体像を説明します。この手法では2つのモデルを使っています。1つ目がノイジングモデルです。でこれはその図の上の、2つの方に当てはまるんですが、一番上のここですね、一番上の図だとの方を説明すると、学習者コーパス、学習者の書いた誤り文とそれを訂正した文のペアから、正しい文から誤り文の方向に、ノイジングモデルを学習させてあげます。でこれはこの通常誤り文から正しい文を学習するっていう方向と、逆の方向に学習するっていうのが、ポイントです。で2つ目が真ん中のモデルなんですけど、先ほどの、正しい文から誤り文の方向に学習したモデルから新しく正しい文を入力して新たに誤り文を生成するのがこの2つ目のモデルです。デノイジングモデルの方はこれはその正しい誤り文を入力して正しい文を生成させるモデルです。でこの時に、上で学習したノイジングモデルの状態をこうこちらの方で利用して、逆向きのトランスレーションをするっていうバックトランスレーションの考え方を使います。この論文ではそのバックトランスレーションについては詳しく説明しなかったので、飛ばします。でモデルです。で先ほど説明した、ノイジングモデルとデノイジングモデルの、両方で図に示す、コンボリューショナルエンコーダーデコーダーモデルを使用します。で普通 あのエンコーダーデコーダーで使われるところ その RNN じゃなくて CNN を使っているところ以外は、変わらないところです。で、この論文ではそのモデルについては特に言及していないので、ここについてはその詳しくは説明しません。はい、でここからがその正しい文から誤り文を生成するという、ノイジングの手法を説明していきます。でまずベースラインです。で3つあって、1つ目はアペンディングクリーンエグザンプルということで、これは単純にノイズを加えずに正しい文をそのまま、トレーニングデータとして使うという単純な考え方です。で2つ目のトークンノイジングは、文字単語の削除置換をランダムに発生させてノイズを生成するという方法です。で、これまでは単純なんですけど、リバースノイジングっていうのが、先ほど説明したノイジングモデルの出力を使って、誤り文を生成した文をトレーニングデータに使うっていう方法の3つがベースラインです。で提案手法です。で提案手法はそのノイジングモデルで正しい文から誤り文を生成する。でその時にそのビームサーチを使って、そのビームサーチで候補を選択する時にノイズを加えて違う生成文を出力しようということをします。で3つあって、1つがランクペナルティノイジングで、これはそのビームサーチで得られた各候補に対してこの Kベータランクっていうペナルティを加えてあげます。で K っていうのは対数誘導が大きい順ランキングで、ベータランクは
ハイパーパラメータとなっていて、各候補のスコアが高いほどこの K っていうのが小さくなって、そのペナルティのこの大きさがそのランキングによって変わるっていう風な、ノイズの生成方法になっています。で、2つ目のトップペナルティノイジングっていうのが、各候補の中からスコアの最も高い候補にだけベータトップっていうペナルティを加えるっていう方法です。で、最後にランダムノイジングっていうのが、各候補に対して R ベータランダムっていうペナルティを加えます。で、この R っていう係数は0から1の中からランダムに選ばれる数字になっていて、実質ランダムに各候補から出力を選択するっていう風な方法になります。でノイジングの方は逆に誤り分から正しい分を生成するモデルです。で、この時にそのここでもそのデコーダーでビームサーチで各候補を生成するんですけど、その各候補のスコアを計算する際に、誘導だけじゃなくて言語モデル確率もスコアに加えてあげています。で、まあ、式で言うとこんな風にスコアを加えています。実験です。で、トレーニングデータの説明です。で、使っているコーパスはここに挙げているので、この2014とラングエイトだとこの NYT2007 っていうのを使っています。ラングエイトのエクスパンディットっていうのが、もともとのラングエイト 1.3 メガとは別にこうさらにこう収集して、規模を大きくした 3.3 ミリオンのデータとなっていて、まあ、かなり大規模なデータセットになっています。で、これを比較対象の訓練データとして、実験する訓練データはこのベースとなっている、まあ、これですね、このルートラングエイトを合わせた 1.3 ミリオンの訓練データで、それを利用して、ノイズを加えて誤り分を生成したシンセサイズで1ミリオンの、データを使って実験をして、まあ、この2つの訓練データで結果を比較します。で、結果の1番目です。で、この表のメソッド一番左メソッドが、先ほど説明したノイズの生成方法をそれぞれ出してて、エクスパンディットっていうのが、規模の大きい訓練データで学習した結果です。で、下の4行が、他の手法の結果を表しています。で、まあ、見てほしいのが一番右の列ですね。で、この2014のテストセットで実験した、プレッションリコール F0.5 を表していて、で、ここが数値が高くなっていて、ランダム手法で生成した、誤り分で学習した結果が49.0 で、それに対して大規模なコーパスで訓練した結果が 49.4 ということで、まあ、結構近しい値になっています。まあ、ただそのこのステートオブジャートの結果とは結果は離れています。で、2つ目の実験結果、これはその JFLEG っていうテストセットを使って F0.5 とあと GRU っていうスコアを計算した結果です。で、ここでも先ほどと一緒にランダムっていう手法が高い精度を出してて、でエクスパンディットと比べると先ほどよりもそのスコアの差が縮まっています。で、あとステートオブジャートのスコアにも近づいていることが分かります。3つ目の結果です。で、ここではその学習者、実際の学習者分と、ノイジングモデルで生成した誤り分の2つの分をこう人間に見せて、でどちらが、こうノイジングモデルで生成した分なのかを2択問題でこう
提示するっていう風な実験を行って評価した結果です。で縦軸が誤答率を表してて、でトップとランダムの方でかなり高い誤答率、まあ、50% に近い誤答率を表してて、でこれはその本当の学習者が書いた文と生成した誤り文の区別がすごい難しいということを表しています。はい、コンクルージョンです。誤り文法訂正タスクでは大量の学習者コーパスが必要になるんですが、本論文ではノイジングモデル、デノイジングモデルを使って正しい文から誤り文を生成する手法を提案して学習者コーパスの不足を補いました。で生成された誤り文と学習者の文を比較すると人が見比べても区別が難しいことが分かって、実験では生成したデータと大規模な学習者コーパスでの結果が同程度の性能を示しました。以上で終わります。